はいといいいとととうことで6月10日マーケットりやっていきたいと思いますついに来週からですねいよいよ本格的に方向感出てくるかという状況でございまして本日21時半から CPI ですねアメリカの消費者物価指数が発表されますでこの消費者物価指数っていうのはインフレ率がどれぐらい進んでいるかっていうものを表す指標になるんですけれどもこれが今世界中で注目されておりますアメリカのインフレ止まってるのか まだ進んでいるのかっていうことで引き続きインフレが進んでいるようであれば FRB としても金融引き締めを強化しないといけないつまり高可派的なスタンスはまだ崩すことができないということでとにかく FRB は今インフレ退治っていうところを最優先にしてるんでこの CPI でインフレが進んでいるということは金利の引き上げですねそれをさらに強化したりとかなどなどそういう可能性もあり得るのでこの消費者物価指数がどれぐらいの数字が出てくるか っていうのがすごい注目されてましてね。ここを の不透明感があるんで、あんまりね、最近アメリカも売買代金というか出来高少ない状況でございますということですね。ひとまず目先今日のこの CPI の発表と来週の FOMC があるんで、まあまあ来週からね、えー、そこそこ方向感は出てくるんじゃないかなと、動き出すんじゃないかなということをですね。インフレ率に関してもこうググっとね、上がってきておりますよと、高い数字出てきてますということなんですけれども、で、今のところ市場のコンセンサスはまあ特に何もないだろうと、そんなに サプライズなななめめちゃめちゃゃえげついい数字は出ないだろうってほとんどの人が思ってるんで無風で通過するんじゃないかと思ってる人が多いんですけどでそんな中ですね6月8日ですね数日前の記事なんですけれどもホワイトハウスが今週発表のインフレ率は高水準と予想ということでこういう記事が出てましてまあただねこの記事でもそこまで反応はしてないんでまあまあまあ折り込んでるのかなまあそうだねわからないですけどね実際出てみるまでは何とも言えないんですけど一応こういう記事も出てまして特に にエネルギー系の部分ですね。原油価格がね、非常に上がってまして、高止まりずっとしてるんで、120ドル付近ぐらいですね、今。このジェット燃料などのこうエネルギー系ですね。そこの上昇が進んでるんじゃないかと。フォアインフレ率に一定の影響を及ぼす見通しというふうに述べられております。何もないだろうと思われたところに、もしかしたら高いかもねっていうホワイトハウスからの記事なんで、これはね、ちょっとどうなるかっていうところで、注目度は高いという状況でございます。本日の日本市場なんですけども、値上がり銘柄数、 777社、ね、値下がり銘柄数3112社ということで、本日メジャー S q だったんですけれども、下方向に、ね、動いてきましたね、日経平均もで。昨日のアメリカなんですけれども、VTI2.39% マイナス、S&P500 は2.38%マイナス。これもね結構 こ,うこの冷やし見てもわかるんですけど、引けにかけてね、こう、だら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 と売り込まれていきまして、とね、弱いですね。ECB の利上げの政策が出たので、7月から利上げしますよということで、ユーロ圏もこれから利上げしていきますということで、それの影響もあるんですけど、株価ね、下落してますと。で、999は2.68%マイナスと。 いうね状況になってます。10年債権利回りも3%超えてますね。で、本日の日本株なんですけれども、日経平均株価27円、824円1.4。9%マイナスで28000をね。割れてきております。やっぱりこれもね。もうメジャー sq でヘッジファンドの大人たちのこう思惑とかもね。いろいろあると思うんですけれども。 ひとまず2万8000円を割れて、下方向に行ったという事実があると。ネトピックスの方は1.32%マイナス、マザーズは1.71%マイナスということで、大型見るとね、東京エレクトロンが引き続き弱いんですよね。中期経営計画出してから、あんまりさえない値動きしてますね。 あとファナックも今日は3%と大幅下落しております。ファーストリーテイリングに関しては最近ずっと強いんですけど、今日もなんだかんだ強かった。の他の銘柄が下げた割には日経の下げよりは下がってないんで、相対的にはちょっと強かったのかなと思います。今週1週間で見ると日経平均株価は0.2%プラスということで、ほぼほぼ値動きはなかったというのがね、今週1週間ですね。こう、じりじり上げてたんですけどね、今日でだいぶ戻ったかなというところはありますね。 で、業種別なんですけれども、33業種すべて値下がりしております。建設、海運、保険は強かったですね。海運はなんか謎にいろんな会社がレーティング引き上げしてきてたりもしてましたね。値下がりの方ですけれども、機械、精密機器、石油、石炭ということでね、機械系がすごい弱いですね。で、ドル円の方なんですけれども、円安まだキープしておりまして、133.8円となって、 おります135にいくんじゃないかっていう市場の見方がね増えてきておりますねで WTI 原油の方ですけれども121ドルとこれもね最近もうずっと120ドル近辺で高止まり状態ですねで本日売買代金上位なんですけれども第1位に行けれバレッジ第2位レザーテック第3位ソフトバンク第4位東京エレク第5位日本郵船第6位川崎線第7位トヨタ自動車第8位ファーストリーティング第9位ソニーグループ第10位商船三井ということで今日はですね売買代金上上位見てもディフェンシブ系がまだ上げ ててたかななと kddi ももねププララススになってますし ntt で,、ね、で、すねあとは日立もプラスになってますけれども、それ以外はもうこの売買代金トップ50の銘柄すべてマイナスということで、全面安の展開ですね。で、本日の年初来高値銘柄なんですけれども、98銘柄少ないですね。最近はもう300いくかどうかぐらいだったんですけれども、今日は全面安で試合に押された形ですね。今日強かったのはラウンド1ですね。アフターコロナを見据えてるのと、月 数字が良かったですねラウンド1大幅反発5月既存点売り上げはプラス成長に回復ということで最近ほんと月次でかなり売買されてるんでみんな月次ちゃんと見てんだなっていうのがねこの株価の反応を見るとわかりますねあとヤクルトもすごい調子いいんですよねヤクルト1000っていう飲み物があるんですけどもうあれが売れすぎて手に入らないなんかメルカリとかでも転売されるぐらいヤクルトが転売されるってすごいなって感じなんですけど そういう報道もあるかもしれないんですけど、高値ね、じり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 取ってきてますよとで。あとは伊勢丹もね、ずっと強いんですよね。ということで、こ本当にごく一部のね、強い銘柄は強いが、他は崩れてますね。あと大阪ガスと東京ガスもね、また新高値ですね。でやはり市場の注目を集めました、エニカラーですけれども、ストップ高しております。2日連続ですね。これをまた言いだまま土日過ごして月曜日ってなるので、なかなか怖いんで、 今日一旦売った人もいるんじゃないかなと思うんですけれども月曜日ねあの売買代金どうなるかっていうのは注目ですしここが盛り上がるようならやっぱり他のところの商いは薄くなってくる可能性もあるんでそのあたりの売買代金の全体間の資金の どこに流れるかっていうね、そういう戦略を立てる上でも、これは注目かなと思います。で、新安値は38銘柄ということで、そこまで多くないですね。新安値も38であれば、全体的には下げているものの、底堅さはある程度あるのかなと思います。はい、ということで、今後のスケジュールですけども、やはり注目、今夜の21時半からの消費者物価指数ですね。これが、意外と強めのね、数字が出てきて、ピークアウト確認できない。 ってなるる可能性もあるんでっと、ねまあ、ただそれも織り込んでるか織り込んでないかがもう本当にわからないんで株価上がれば織り込み済みで株価下がれば織り込んでないってもうその後付けでそういうだけなんでひとまずこの流れに沿っていくしかないですね我々個人投資家としてはともかくこれ重要なイベントなんで今夜注目していきたいかなと思いますそして来週から日本株もねちらほら決算出てきますビジョナルとかもですね 業績いいんですけど、やっぱり今すごい売り込まれている状況で、グロースはね、やっぱちょっと手出しにくいですね。グロース株見渡してみると、チャート的にも買いたいなーっていうか、うん、売られすぎじゃないかって思うようなやつあるんですけど、やっぱね、ちょっとマクロの環境的にも今、利上げ方向ですし、金利上がるとバリエーション的にグロースってやっぱり厳しいんで、そういうのもあると思うんですけど。 今、試合的になかなかグロース変われないですね。あと、セルソース P、アンチマクビ、神戸物産、ヤーマン、HIS などなど出てきます。そして、来週、FOMC ですね。これはもう、ほとんど0.5%利上げで折り込んでるんで、まあ、今日の CPI でよっぽどめちゃめちゃえげつない数字出ない限りは、まあ、ほぼね、0.5でいくんじゃないかなと思いますし、ここの0.5ももう、ほぼほぼ折り込まれてると思うんで、そんなにサプライズないんじゃないかなと、今の段階では思ってます。その CPI 次第なんですけど。 そんな形ですす、ね。ね。日銀会合もありますそして日本も消費者物価指数出てきますということで、えー、引き続きねマクロのイベントはたくさんありますので,で今本当もうずっと年始から同じこと言ってますけどマクロの こういう経済指標、CPI がどうだ、FOMC がどうだ、金利がどうだ、こうだっていう、その一撃で株価もものすごい動くんで、こういう大きなところのニュースはね、しっかり押さえておきたいかなと思います。はい。ということで、来週ぐらいから、なんだかんだで動き出してくるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今後もこようの株式会社の情報をどんどん発信していきますので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上。